日本埼玉県埼玉市北区今は町今和町は埼玉県埼玉市北区の町名。現行行政地名は今和町のみ、定番を持たない単独町名である住居表示水市地区。郵便番号は331-0801。本校では今和町の前身である大麻今和とその前身である今羽村についても述べる。埼玉市北区北東部の大宮台地上に位置する。 東側で、上尾市原市や東大宮に、南側で、本郷町に、西側から北側にかけて、吉野町に隣接する。芝川に並行する市道を境に東側は、市街化調整区域、西側は市街化区域に指定されている。近隣にニューシャトルの駅が設置されているものの、開発はあまり進んでおらず、生産力地地区としての農地が目立つ。 東側及び南側に見られる、芝川都市下水路周辺の中石平野は、かつての見沼の北端にあたり、隣接する原子地区同様に荒れ地が残る。湿地帯を、埋め立て埼玉市立太平小学校、埼玉市立太平中学校などの学校用地に、使われている場所もある。都市計画道路宮原駅前通線が、宮原駅東交差点から今は、長団地の西を通り、 県営佐団地の北側を経て、第二産業道路へつながるよう計画されていたが、2013年3月1日に廃止された。古戦場跡である吉野原合戦の跡が北東端の船橋周辺に所在する。住宅地の地価は、2015年1月1日の工事地価によれば、今は町250番10の地点で9万8000円、平方メートルとなっている。 元は江戸期より存在した武蔵国足達郡吉野領に属する今は村であった。村高は昭法年間の武蔵国田園坊では197国余り、元禄郷町では211国余り、天保郷町では212国余りであった。助郷は中仙道大宮塾に出役していた。火星期の世帯数は24件で、村の規模は東西14町。 南北18町余りであった。周辺の村々からの悪水が集まりやすく大水や干ばつの両方に見舞われやすい場所であった。寒暑や紅花の栽培が盛んで寒暑は、甲野巣塾、紅花は、桶川塾へ出荷していた。2017年9月1日時点の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 町域の北部は、吉野原工業団地にかかる。ありがとうございます。